こんにちは、インリビングです。今日は冷蔵庫の中身を紹介していきたいと思います。おたまじゃくしがついてます。はい、見づらいかもしれないんですけど、全体はこんな感じです。ドアポケットの上の方にマスタード、ニンニク、この間買ったチーズのおつまみと、この間買った味噌とポッカレモンとわさびとニンニクです。あとは下の段に豆乳、マスタード、オイスターソース、白だし、好み焼きソース、ケチャップ、マヨネーズと、ウスターソースとチューブのニンニクと生姜です。中は人参と卵と昨日の残りのインゲンとお豆腐、奥に味噌、あと牛乳とキムチ、あと小松菜です。この下はぬか床と冷蔵のうどんと、ここにベーコンがいて、ヨーグルトと、これはバターケースとトマトです。ポケットの中はこんな感じです。チーズが何種類かと、これはクリームシチューの素と小麦粉、片栗粉、コンソメ、カレーパウダー、あとは大根おろしとか唐辛子とかローリエとか、そういう調味料系が入ってます。はい、そんな感じです。ちなみに冷蔵庫の横にはビニール袋を収納してます。はい、ということで冷蔵庫の中はそんな感じでした。ちょうどいいので小松菜を、切って冷凍していこうかなと思います。じゃあ切っていきます。
小松菜はもうストックがなくなっていたので新しいジップロックに入れていきます。今回は新しい三脚で撮っているのでちょっと高めからのアングルになってます。はい、完成しました。はい、ということで今回は冷蔵庫の中身の紹介と小松菜をストックする動画でした。見てくださってありがとうございました。最近急にニキビができたり肌荒れをしていてなんでかなと思ったんですけど心当たりが特になくてもしかしたら花粉が影響しているのかもしれないなと思いました。特にどうすることもできないので治るのを待ちたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それでは。